はい、今回はこちらのファイビックスの V0 ダンパーの検品を行っていきたいと思います。まあ、検品といっても弊社ではですね、こういった形で全て外装の、まあ、パッケージを開けて中身の検品を直接行っていくことになります。まあ、なぜこのような検品を行うかというと、まあ、ネジが正しく取り付けられているかの確認ができないため、まあ、1回取り外してこのように接続をしていく形になりますね。つなげていって、その製品が正しく使える状態かというのを確認していきます。で、それと同時にですね、ダンパー自体の表面に、まあ、亀裂であったりとか、そういった異常がないかというのをひたすら確認していく作業になります。まあ、この動画を作っている最中なんですが、この動画、なんとひたすら僕がこの V0 ダンパー入荷した、まあ、今回の入荷分20個なんですけども、20個のダンパーをひたすらこのようにつなげていって確認するだけの動画です。何かと言われれば、特段にこれといったすごいことはきっと起こりません。起こったら検品以上でその商品が出荷にできなくなってしまうという状況になるんですが、このダンパーの検品で何か特段に異常が起こったことというのは今まででは一度もないというのが実はありまして、まあ、ひたすらただ箱を開けてネジをくっつけていくという不毛な動画になりつつあるんですが、まあ、この V0 ダンパーでたまにお客様から言われることとしたら、ウェイトは一体どれぐらい取り付けれるのかというところなんですけども、まあ、基本的にメーカーの推奨としては、まあ、中間ウェイト 45g から 40g 程度が普通中間ウェイトなんですけども、こちらがまあ2つから3つで、同じく 45g から 50g 程度のトップウェイトが1つぐらいで使っていただくのが一番ベストに性能を発揮してくれる状況かなと思います。まあ、よくこちらの V0 ダンパー、初めてダンパー使う方とかに購入していただくことが多いですし、まあ、僕の友人のコーチ陣たちも初めてダンパー使うなら V0 でいいんじゃないっていうふうに言ってくれてる方が多いんですけども、まあ、そういった声があるように安定性が高い、そして破損が低いっていうのが一つのこの商品の利点ですね。なかなか壊れない、ただ壊れないがゆえにずっと使ってると知らない間に薄いひびが入っていたりして、まあ、それで突然ちぎれちゃうということもあるんですけども、まあ、そういった点注意して使っていただければ、だいたい長い人だと本当に5、6年以上余裕でずっと同じダンパーを使っている方もいらっしゃいますし、まあ、そういった意味でも長い期間使えて丈夫で安心して使っていただけるダンパーなのかなと思います。以前一度破損でお持ち込みいただいた方はすごい量の中間ウェイトをダンパーの先につけていらっしゃったんですけども、まあ、一定数以上の重さを前につけてしまうとどうしてもダンパー自体がしなってくるので壊れてしまうというのは絶対に発生しうる状況ですね。まあ、多分それはうちのダンパーだけではなくて他社さんのダンパー、どのメーカーのダンパーでも起こり得る現象だと思います。よいしょ。でこの検品をやった後の一つの悩みといいますか、なんというかなんですけども、手が超ゴム臭くなります。鼻すすった瞬間とかにマジかよっていう気持ちになるのはこの検品の唯一の難点といっても過言ではないところですね。今のでちょうどこれが20個目です。で、20個目終わった後に1個目と反対向きにくっつけます。1個目の、よいしょ。こちら出てる側のネジがオスネジというんですけども、と、最後のメスネジの方が確認ができていないので、これをくっつけて正しく取り付けれるか。これで確認が終了です。確認が終わったので、次は1個ずつ取り外しながらしまっていくという作業になります。この時にですね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、ネジにダンパーのゴムがくっついちゃってるんですけども、こういうのが残っていると正しくウェイトが取り付けれなかったりするので、まあ、だいたい手で取れますんで、よいしょ、手の爪を使って残っているゴムの部分を動画で映るかわかんないですけど、ここにちっちゃいゴムの破片があるんですけども、こんな感じで取り外して
あとはパッケージにしまっていきます。よいしょ。で、パッケージにしまった際なんです。よいしょ。パッケージにしまった際なんですけども、今弊社では検品をしたよという保証シールというのを作っているので、それをまあ製品に貼っつけて検品が終了しましたよという証をくっつけていって終わりという形になります。よいしょ。これがまた結構作るときに溶けたゴムにそのままネジを刺していくので、かなりの量をこういったカスが出てきます。よいしょ。これがどうしても手で取れない時もあるので、手で取れない時はカッターなどの刃物を使って取っていくことになります。まあ、こういった一手間で皆さんのウェイトが正しく取り付けれるか否かというのが結構変わってきてしまう重要な部分でもあるので、弊社ではもう必ずダンパーの類っていうのは全て開封検品という形を取らせていただいています。まあ、なんでこんなに弊社が検品にこだわるかというと、一つは僕の性格が災いというか何という顔してまして、基本的に弊社も会社ですから、異常な商品を出荷するともう交換しなきゃいけなくなってしまうということになるんですけども、それが店頭でご来店いただけるお客様ならすぐに交換品をご用意して交換するという形になるんですけども、遠方にお住まいのお客様だと商品を発送して異常だったら送り返していただいて、そこでまた送料がかかってというので非常に手間がかかることと、送料でお金がかかってしまうというのがちょっとあるんですけども、そういった手間が結構めんどくさがりなんで嫌いでして、でそういった手間がないように、商品を最初から検品して異常がない段階で出荷してた方が楽だという結論に至りまして、もうこういったやたらめったら検品をしまくるというか、そういった会社になってしまいました。もうお客さんに今よくそれがいいことなんだよと言っていただけるんですけども、よく代理店の皆様にはもうちょっと早く出荷してもらえないということを言われるんですけども、そこはちょっと勘弁していただきたいなというところではあるんですが、こういった一つ一つの手間が、皆さんが安全にアーチェリーを楽しんでいただける一つの、第一歩になればなと思ってるんですけども、箱の中までゴムのカスが、あとはそうですね、このダンパー、初心者向け初めてダンパーを使う方には非常に向いているっていうのはあるんですが、別に初心者向けだからどうこうっていう問題ではなくて、意外にも結構トップ選手の方も採用して使っていただいている方も多いので、初心者向けだからトップ用の弓には向かないとかそういうことは一切ないので、値段も弊社だと1500円程度だったかなで販売してるので、そこまでダンパーとして値段が高いっていうわけでもないので、入門モデルとしては本当に一番入っていただきやすいダンパーなのかなと思います。今んとこ100発100中ぐらいでこのゴムのカスがくっついてますね。どうしても製造過程でくっついてしまうものなので何とも言えないんですが、よく日本の製品だとそんなものがくっついてるのは考えられないという方がいらっしゃるんですけども、だいたいアーチェリー用品って海外輸入品になるので、海外製品だと取扱説明書にネジを切り直してくれと書いてあるぐらいの製品もあるぐらいでして、
まあ、もし英語の取扱説明書ハンドルやリムのものをお持ちのお客様もいらっしゃったら、それをそのまま訳して読んでいただきたいんですけども、結構な確率でネジの確認を必ず自分で行えという一文が入っていたりします。これは海外が適当に作っているっていうわけではなくて、そこはお客さんが確認するところでしょっていうのが一つ海外の意思としてはあるのかなっていうのも感じますね。今たまたま一つパッケージが破損している商品、こちらなんですけども、ここがちょっと折れちゃってるんですね。こういったものも基本的にはメーカーに送り返しちゃって、パッケージの破損でしょ、商品に何の異常があるんだいって言って保証対象にはなりません。弊社の場合はお客様に大体説明して店頭で購入していただくことが多いんですけども、店頭でご納得いただいたお客様にこちらを買っていただくということが多いんですけども、基本的にまあ海外のメーカーが言う通り中身には何の異常もないので、製品が壊れているというわけではないので、基本的に値下げ等ということは一切ないですね。よいしょ。まあ、日本人の感覚からしたらかなり嘘だろうってなってしまうところはあるんですけども、まあ、あくまでも我々輸入品、ほとんど輸入品を使ってアーチリをしているので、そこはちょっと納得しとかなきゃいけないところなのかなというのもあります。もちろん製品に傷が入っているとか製品が使えないっていうのは全てメーカーも保証してくれるので、そこは安心していただきたいところなんですけども、昔他社のダンパーのこういった検品作業中にゴムがいっぱいついてるなと思って2個目のカスを取ったところ、ネジまで取れるという事件がありまして、その時はもちろんそのメーカーさんも、これネジがこういう風な検品したら取れちゃったんだけどっていう連絡をすると、すぐ新しい交換品となぜかもう1個おまけまで送ってくれましたね。そういった結構安心して仕事ができる業界でも実はアーチェリー業界ありまして、よいしょ、僕も結構海外メーカーさんからは仲良くしていただいたりしてる会社さん何社かあるんですけども、結構物が入ってなかったり壊れてたよっていう連絡をすると余分に物が入ってくるっていうのがあるんですけど、取り寄せ商品とかだと余分で送られても処理に困ってしまうというのもあるんですね。今多分動画に僕の LINE の着信音が入ったと思うんですけど、最近海外メーカーさん LINE 使う方が結構いらっしゃって、 LINE で商品の注文のやり取りをするっていうことも実はあったりします。実際にうちがひいきにしていただいている東南アジアの方のアーチリーショップさんとかだと、まあ、うちが商品を出荷することが多いんですけども、そちらのショップさんだと注文が LINE できます、ね、世の中進んだなとメールで注文ではなく LINE でピンポーンといって注文が来ます。今回は幸いなことに何の異常もなく検品が全て終了しそうですね。この検品を行っていると大体1個ぐらいはカッターの刃を使わないとゴムのカスが取れないダンパーとかがあったりするんですけども、今回は幸いなことにそういうものはなくいけそうなので、よいしょ、これで全て異常なく検品が終了しました、ね、よいしょ、まあ、こんな感じで簡単にダンパーの検品が終了することっていうのは実は結構まれでして、ちょくちょくカッターの刃を使うことになります。で、実際はこんだけのここにある黒いカスが、まあ、本来はウェイトがつく場所のネジ穴についてしまっていたゴムたちになります。まあ、弊社以外で注文されて購入されるお客様、いや、まあ弊社の代理店以外で購入される方、それはここら辺ちょっと気をつけて使うときに、まあ、ダンパーにウェイトが正しく装着できるかというのを考えて取り付けていただければなと思います。まあ、これで今回のV0 ダンパーの検品動画はおしまいとさせていただきます。また次の動画を気が向いたら頑張って作りますのでよろしくお願いします。